高畑高校では総合学科第1期生となる109人が卒業の日を迎えました。式では各クラスを代表し3人の生徒が山田陽介校長から卒業証書を受け取りました。山田校長は今何が大切なのか時代を見抜き仲間と支え合いながら社会でも活躍することを期待しますと挨拶しました。続いて在校生を代表し2年生の吉川由香さんが総合学科第1期生として先輩方が築いてくれた礎に感謝し伝統を受け継いでいきますと花向けの言葉を述べました。これらを受け卒業生を代表して原田咲さんが失敗を恐れず自分を信じて前に進んでほしいと在校生を激励しこの高畑高校が大好きですと涙ながらに話し学び屋を巣立っていきました。